ごくこうオイルとかこの漆とかっていうこの塗装をするときにものすごくよく吸い込むなっていう、塗料をすごくよく吸うなっていう印象が強いですね。あまり柔らかい材質なわけでもないんですけど、すごくよく漆を吸い込んでくれるので、まあ、漆で仕上げてやるとたくさん吸い込まれた漆がしっかりこの木の表面近くでしっかり固まって強く木自体を保護してくれるので、使う時にももうすごく耐久性の高いものに仕上がりますね。まあ、その分漆使う量がすごく増えるので、ちょっとね、塗料代が結構バカにならないかもしれない。まあ様子言いますわ。結構まあ吸い込むので漆をしっかり吸わせたら、余分に表面に残った浮いている漆分をまあ拭き取るわけですけど、まあ、この水目剤のものはすごくしっかり吸い込んでくるので、ほぼ表面拭き取るほどでもないので、塗った分が全部こう木に残ってしっかり固まってくれて保護してくれると思うとありがたいですね。
塗装の作業はこんな感じですかね。ところでですね、この四角い小皿なんですけど、これについてちょっと紹介したいと思います。これがですね、何に使おうと思ってこういうものを作ったかというと、実はこれ味付け海苔ですね。これ味付け海苔とかを、まあ、朝食とかの時にご飯とお味噌汁と海苔とかっていうのが、まあ、よく朝食とかで出てきたんですけど、今までよくこうご飯味噌汁ってあって、ご飯食べながら結構ねこう食卓にもこれがドンと置いてあって、これをこう直接こうつまみ出しながら食べてたりしてたんですね。まあこれもなんかどうにかならんもんかねっていうのがありまして、じゃあこれこういうね海苔とか味付け海苔とかね、いつも居場所があるようなないようなみたいな感じだったんで、この味付け海苔専用のお皿を作ってやろうと、そういう狙いで、例えばこんな感じでちょうどいいサイズになるような感じで作ったお皿です。この海苔をね乗せる用のお皿っていう感じですね。どうでしょう。もちろんまあ海苔乗せる以外でも使ってもらえればいいと思うんですけど、こういうお皿です。結構すごい、結構昔に作ったやつなんですけど、最近これ今回改めて久しぶりに作ってみたら結構いいじゃんって思ってね。どうでしょう。味付け海苔専用のお皿です。というわけで、それでは。